結構重い。妻はトイレに行くためにラッセル修行の旅に出ました。これを見ろ。リセットしとるやないかい。天然パーマ。ちっちゃん。やばいですこの振り。やばいよやばいよ。津南エリア、十日町エリア特有の重くてでかい粒の雪。粒がでかい。とにかくこれはね。積もるんですよ。で、決して軽くないっていうね、ちょっと厄介ではありますけども、今夜から年始にかけて暴風雪だっけ、うん、警報が出ているので、年末寒波警報出ているので、私たち車中泊をしますけども、くれぐれも気をつけたいと。今日のディナーはこちら。パパイパパイ。行ってみます。こんにちは。ででん、ここはですね、ポパイっていう名前だけにものすごいボリュームたっぷりで有名なお店らしいです。噂を聞きつけてやってまいりました。食べるぞ。特に最近大飯ぐらいの小鳥さんがものすごい食うつもりでいます。じゃじゃじゃーん、ハンバーグ定食。すごい、やったね小鳥さん。これなら太れるね。来たぞポパイピラフ。やったピラフに焼肉、それに海苔が乗ってます。もうねこの時点で大盛りです。最高。いただきます。うん、おいしい。いいね。おいしかったです。ごちそうさまでした。おいしかったです。すごい熱気をつけて、はい。今グリーンピアツナンに向かっておりますが、全く前が見えてないです。車もいないし明かりもないです。迫り来る雪の塊しか見えないので、ね、本当夜間のね走行はくれぐれも注意したいと思います。多分車中泊してる人いないだろう。はい、間違いない。やった、ホテルだ。これで一安心。一安心。さて駐車場の方ですけども、どうでしょうか。あ、ね、結構泊まってる人いっぱいいる。わあ、もうほら数日泊まってる人たちはこういう状況です。それか今日一日。お、エスポジがある。てか除雪されてる。一回除雪されてるところがいいな。さあ俺らもう止めたら多分両サイドが埋もるので、それをちょっと管理して、あとほら明るいところがいいね、夜なんかあった時に。というわけでここかな、やっぱり一番安全そうなのは。広くてめっちゃ掘ります。すごいハイエース、ブルトーザーみたい。このぐらいのね軽雪だったら除雪してる。ちょっとそっち側は一回掘らないとダメかな。左側は掘る、スコップで。ああ、でも掘っといた方がいいかな。雪が積もることを考えたら掘っといた方がいいね。そうですね。よし、ではこれで位置を決めたいと思います。よし、じゃあ今夜の車中泊途中準備しましょう。はい。さてご覧ください、周りの車。こういう状況ですね。こんな感じですね。これで、ね、宿泊の車なので多分ね、数日間置きっぱなしにしてるのでこんな状況になっちゃってますね。特に車に乗ること必要もなければ放置なんでしょうけど、まあ見ての通りここはね非常に豪雪地帯の場所なので、このぐらいは余裕で積もります。で、今日我々が車中泊するのは普通に、スキー場の駐車場ですね。さあ、では大寒波、積雪が50センチ以上なってしまうでしょうっていう警報が出てる時の車中泊をする時の注意点ですね。一回こっち側エースケで踏んづけて除雪してるんですけども、まあ間違いなく積もります。なのでもう少し入り口のねドアの周りとかを少し綺麗に書いといてあげると安心かもしれません。あともう少しねこの辺も広げておきたいですね。とにかくある程度積もってしまうだろうなという想像力が大切です。
それを見越して雪を跳ねとくという作業が事前に必要になるんですね。でまあよく言われているのがこのねマフラーの吹き出し口の周りね、ここをきれいに、除雪しましょうっていうことを言われてます。今ね後ろ向きに止まってるのでもう十分除雪はされている状態なのでこれ以上は必要ないんですが、多分夜中にね一回起きて除雪してあげる必要があると思います。今夜はなので熟睡禁止です。前回ね野沢温泉に泊まった時の動画を見てくれたらご存知の方いると思いますが、一晩でここまで積もりましたっていうことがね、僕たち過去これまでに4回も5回もあるんですね。一晩で50センチ60センチ積もるってことは、なんで朝いきなりヘビーな雪かき結構大変なんで、間に1回ね起きてやっとくと少し楽です。ただねそこまで警報が出てる時に、車中泊をすることはもう全然おすすめしません。僕らはそれぐらいスキーが好きだからやれるってだけで、そうじゃなかったら僕らだってやらないです。なので、まあ、あの警報級のね大雪が降るっていう予報の時は基本的にはやらない方がいいです。正確にはやっちゃダメです。だけども、まあ、どうしてもねそういう事態になってしまったりとか、我が家のようにスキーでねやられる方っていうのは、可能な限り寝る前に車の周りの除雪をあらかじめやる、で降り方によっては夜中にもう一回やっとくっていうのをお勧めします。そして毎度毎度、ご紹介してますけども、スコップはスチール製をぜひ選んでください。なんでかっていうと硬い氷の層に当たった時にね、プラスチックよりスチールの方がガシガシいってくれます。そしてちょっとね今日コンパクトなスコップ使ってますけども、ブレードはなるべくでかい方がね効率が良くていいです。それともう一つ、これ豆知識です。私のように腰痛持ちの方、よくねこうやってやりがちなんですよ、引っかきを。違います。腰痛の人はしゃがんでください。しゃがんで掘る。これで腰への負担を軽減しながら効率よく雪かきができますので、雪中車中泊の、雪かき講座でした。ではまた。一通り車の周りの雪かき、それから車内のセットアップ完了しまして、くつろぎタイム、今ね子供たちはまた2段ベッドと、後ろ側でくつろぎタイム入ってますけども、今日はこちらパソコンで、まあ、映画なんかアニメでも見ようかなと、そんな夜にしたいと思います。12月30日雪中車中泊に乾杯。うわー美味しい。あーうまい。ビールいいね。よく感じる。さあ映画見たいと思うんですけど、スコップを取り出しまして、除雪をしたいと思います。ございます。12月31日大晦日朝7時です。それでは恒例のオープンザドアを行ってみたいと思います。一体どのぐらい積もってるのか少々不安です。おお、結構重い。どう？まあまあぼちぼちですね。やっぱほっといたおかげでそんなべらぼうには積もってない。これほっといたおかげ。掘ってなかったら余裕でドア上まで来てたでしょう。こんな感じです。除雪車が、除雪車来ました。さあでは恒例の雪かきから
濃くなりたいと思います。ひびひび行こう。さあ行ってみましょう。太さこのぐらい。ハイエースはもう完全に埋もれました。車も、ああ屋根上もこんな感じです。夜雪かきができなかった逆サイドはやっぱりお腹ぐらいまで積もってしまいました。車の上もこんなぐらい。まあ行ったね。そしてスキー場並びにホテルに行く道がなくなってしまいました。どうするんだ我々は。ちょっと私ウェア着てトイレ行ってくる。いやーここまでになるとは。うわ行ってまいります。はい。すげー、ラッセルラッセル。妻はトイレに行くためにラッセル修行の旅に出ました。途中で漏れないことを祈ります。見てください。人の身長で太ももからケツぐらいまでの深さが一晩で積もりました。まあ70センチっていうのは嘘じゃないですね。だいたいそのぐらいは積もったと思います。神様、除雪車様、すげえ。一発で道ができました。うわー大迫力。一発で雪を吹っ飛ばしていってくれます。すごーい、やったー。一気に開通だー。助かったぞー。やったー。これで俺の雪、車の横ま、後ろまで雪が、やったやった。多断面を見てください。こんなに積もってます。ありがとう除雪車。今、僕の車の後ろまで雪を取ってくれました。これでトイレに行けるぞ妻。除雪車のオペレーターさんが俺がいるの気づいてね、うん、ひとまずうちの車の後ろまでやってくれた、うん、ああよかった。ああよかったよ。そしてまあうちの車の周りもねだいたい跳ねましたので、まあ安心して。ホテルに泊まっている人たちは皆さん朝食バイキングを食べておりました。マジですか。いやいや、これを楽しめるっていうその経験とセンス、うん、超楽しい。あそこエクササイズ。今日までして作った思い出は一生残るでさ。まあこんな時に車中泊するファミリーはいないからね。まあね。おすすめはしません。さあどうでしょう妻。いいんじゃないでしょうか。まあ、これで出ることも、まあ、スピードもね余裕でいけるので準備しましょう。もうさ、他の車が車なのかどうかさえもわからない。もうここがそもそも駐車場なのかすら。ただの白い山にしか見ません。おはようございます。みんなは、父ちゃんが除雪し終わった後に、のんびり起きやがってお前ら。というわけで、準備してスキー行きましょうか。母ちゃんは、メイク中。メイクマネー。天然パーマ。グリーンピアツノンスキー場。すんげー雪だべ、青い。やばいぜ。リフトが動いてるのが奇跡のような天候です。一晩で多分60センチ、70センチ降ってます。
パウダーやばいでしょう。そんなスキー場ですけども、誰一人として並んでおりません。さあ、2021年12月31日大晦日、今年最後をパウダーで飾れるとは、もうまさに、パウダー冥利に尽きる最高の一年の締めになります。今年もありがとう。そして、パウダーありがとう。スキー帰ってきて、すぐに帰れると思うなよ。これを見ろ。じゃん。リリー。リセットしとるやないかい。まずは、車の周りの雪をかかないと、ドアを開けることすらできません。大変だ。大変だ。こんなに積もってる。おお。これだけ取れるだけで随分。ああ、全然違うね。タクシーだね。ああ、青いが出たら濡れっぽくて。もうしてる。寝てる。まあこうなるだろうとは思っていたけど、およそ予測はしていたけど、こっちも言えた。やばいよやばいよ、頑張れ母ちゃん。災害級ですよ、災害級。こちら。出れんのか、これ。出れんのか、この量。おーい。これですよ。朝しっかりと除雪したのに、まだこれです。先が見えない。はい。おーい！車出すのに一時間半かかっとるやないかい。災害じゃ、災害。いやー大変だったね、みんな。過去最高。過去最高に大変でした。自分の車を出すのに、駐車場、あれだけ朝も雪かきしたのにだよ。車を出すための雪かき、約1時間半。なのでもうね、2時近いですね、時間が。まあ、いっちゃいますね。まあ、ちょっとね、動画を回す余裕がないぐらい、もういっぱいいっぱい全員で雪かきをして、なんとか脱出。お昼ご飯も食べてません。まだまだ油断できないです。これがね、警報級の寒波ですね、今季最大、今年最大の寒波なので、くれぐれも気をつけたいと思います。とんでもない雪深い道を進みます。 Dude, that father is 10 men permed